午後のゲリラ雷雨情報をお伝えしていきます。まずはいただいているリポートです。茨城県ひたちなか市から、お日様が出ているのに急な雨が降ってきましたといただきました。動画で届いているリポートになります。急に雨が降ってきたということなんですが、空が暗くなっていますね。はい、そうですね、これからの時間ですね、東日本、西日本、急に雲がこう湧いてきて、にわか雨、場所によってはゲリラ雷雨といったようなところ多くなってきそうですね。はい、リポートをご紹介していきました。それではゲリラ雷雨の情報についてお伝えしていただきたいと思います。はい、現在のレーダーの様子を見ましても、はい、ここ1時間ほどですね、こう急に雲が湧いて、ご覧のようにこう小さいんですけども発達した雲というのが、関東方面から東海、近畿、中国山地などにかけて各所で現れているといったような状況になっております。はい、こうした状況、これからさらに増えてくる予想でして、ライブカメラなどを見ましても、もくもくと雲が縦に広がってくる様子というのが各所で確認できる状況、こちら大気の状態不安定にこの後の時間さらになっていくということになって、にわか雨や雷雨起こりやすくなりそうです。はい、このタイミングなんですけども、今後の予想シミュレーションの結果に切り替えてですね、ちょっと確認をしてみたいと思います。はい、見ていただきますと、もうちょっと気をつけなければいけないといった地域もありますもんね。はい、そうですね、特に13時14時以降、ご覧のように山沿いのエリアを中心に最初雨雲がかかりやすくなってまいりますが、16時17時ぐらいになってまいりますと、少しライン状になって北関東や岐阜周辺、あるいは近畿中部を含めてエリアや西日本の山地などで落雷など起こりやすくなってきそうです。今日のゲリラ雷雨リスク見ていただきますと、広い範囲で紫色の可能性高いエリアというのが中国四国から九州東北南部にかけて広がっている状況です。はい、今晴れていてもちょっと油断できないということですかね。あ、そうですね、今日の場合天気の移り変わりがちょっと早めということになりますので、急変にはご注意いただければと思いますね。わかりました。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリなどからもご確認いただけます。ご活用ください。